の毎度みゆちゃいです。今日は何も聞かされてないんですけど、何の撮影でございますか？はい、今日はですね、みゆさんと会ってからちょっと自分が異常に向上した能力がありまして、何だと思います？何やろう、くせ者をマネージメントする力。くせ者とか正解は撮影方法です。たどり方法がなんか最近、まあ家族もなんですけど、友達もめちゃくちゃうまいねって撮るたびに言われて、もうなんか集まりあるたびに俺今撮ってるんですけど、カメラマンやってんだ。みゆさんが教えてくれるじゃないですか。確かに。そう、あれが本当にめちゃくちゃ成長して、嬉しいかも。まあ初めとか結構やばかったんで、その都度指導させて、指導っていうかで、こうやからこうとか言って。今日はみゆさんが友達や彼氏など、まあ家族とか写真撮ってもらう時のみゆさんなりのたどりポイントをちょっと紹介していただければなと。まあ映る側も撮ってもらう方もそのテクニックを教えてくるってことですね。オッケー、任して。これが一番得意。いや結構衝撃的だったのが、カメラ向けるじゃないですか。でみゆさん見えてないのに画面が手でこういう風に操作してここっていうじゃないですか。で押すとめちゃくちゃ漏れてる時に俺は結構リアルにびっくりしました。そうそうそう今見えてないからさあれやけど、そのまあスタッフの二平ちゃんにこうやってカメラ渡して、アウトカメラでこう撮ってって渡すねんけど、なんとなくこのもう撮ってもらってる段階であそこ漏れてないってわかんねやんか。だから二平ちゃんの手持って、いやこの辺で撮ってみてって言ったらバチッと決まるから、それに二平ちゃんがびっくりしたって言ってる。いやあれほんとすごいですね。じゃあちょっと行きましょうか。どこへ？公園の方に。あ、外でね、外でやるね。まあ確かに確かに、まあ、自然光も操ったりしてね、たどり移りが良くなるテクニックを今からお教えしたいと思います。それでは外に行きましょう。みゆさん、この辺で撮影しますか？どこ？日当たってるんで。自然光ガンガンだからここが漏れると、そういうことですね。めっちゃまぶしそうですけど。撮ってみて、ここで。はいチーズ、はいチーズ、はいチーズ。ああね、確かに自然光で光当たってる方が漏れると思ったやろ。漏れると思う。だからここ選んだやろ。違う違う違う。自然光直で浴びるのは漏れへん。自然光が前から当たるような影で撮ることが大事です。直で日光が当たってるところじゃなくて、ちょっと影に入ったところがいいんだ。そうで、自然光前から来て、こう自然光がこの辺でうまいこと回ってる感じのところで撮るのがベスト。今これとかまた来たけど、これはちょっと漏れない。当たりすぎてる、当たりすぎている。これが好きな人もいるかもしらんけど、これはあんまりよろしくない。メイクとかも全部飛んじゃってるから、涙袋とかも飛んでんのね。光を探す女。そう、光は絶対インカメでまず探した方がいい。どこかって、どこどっちからが漏れるか。漏れるの基準は目に光入るかどうかにもよる。はい、でみゆが選んだポイントはここ、直射日光が当たれへん影。直射日光を直接浴びる場所やとまつげの影ができたり、目が光りすぎて逆になんか死んだ魚の目みたいになったり、光りすぎてメイクも飛ぶから漏れへんねんけど、こういう影で、でも前から自然光が入るような影で撮るのがベスト。逆光じゃないように撮る。場所はこれで OK。 ちょっと撮ってみていいですか？うん、じゃあまずバストアップで。バストアップで。はいチーズ。はいはいはいチーズ。はい、ちょっと待って。はい、ありがとうございます。まあ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 中の下って感じ。中の下。まずはいはいはいって動かしてたんやけど、なんかそれはちょっともうやめていただきたい。スースースーって動かしたらそのタイミングで加工外れるから、純正カメラで撮ってる人はいいねんね。けどアプリの場合ちゃんとこうカシャッてこう決まったところでこう動かさずに撮れへんかったら加工外れるんで、ちょっとそれはやめていただきたいのと、漏れる角度を探した、ここやと思ったらもうそこで止まって撮ってくださいみたいな。でカメラはこれショートでもお伝えしてんけど、バストアップの時はこうなんていう前倒しにして、でここを詰める。でもこれは上から撮って前倒しにしたらなんかすげえ小人みたいになるやんか。下、まあ一緒ぐらいの目線に立って前倒し。このカメラの位置とみゆさんの目線が一緒で、ちょっと前倒しにして頭を切ると。頭を切るというかここを詰める。はいはいはい。詰めへんパターンやってみて。詰めないパターンいきます。詰めるパターンいきます。全然違う。そうで撮られる方はそれでよくて、映る側は自分がどっち利きなのかを理解して、若干その見せたい利き顔の方にを見せるように顔振ると盛れるし、みゆ鼻丸いねんけどめっちゃけどちょっと横向くとなんていう鼻筋通ってるように見えるから、うん、ちょっと横向いたりした方が鼻もちょっと高く見えるし、うん、引き顔の方を見せれるしみたいな感じかな。じゃあ次全身編です。お願いします。撮ってる？漏れてる？多分大丈夫。はい、すごくチンチクリンなんですよね。これが等身大の私かもしれないんですけど、全身の場合は今さっきの二平ちゃんはこんな撮り方やったのね。さっきの多分バストアップと一緒でちょっと上からを意識しすぎてなのかこういう感じになっちゃってるんだけど、これは NG で、足元はこの一番下の画角ギリギリ、もうちょっと切れてもいいぐらいで、頭をこの辺一番上の横グリッドにこうかぶるぐらいに取る。はい、はい、でそうすると自然にこうやっぱりしゃがまなあかんことになるんで、はいはいはい、このぐらい、はいはいはい、いいですね。足は、はい、下ギリギリに切るか切れへんかぐらいで、頭をこの一番目の横グリッドのところぐらい。すごいっすね。かも入れちゃってもいいけどね、この真ん中のグリッドに頭。ああなるほど、ここをね。そう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 、こんな感じで撮るとスタイルアップして見えます。それでは実際に参りましょう。はい、インスタグラマーみたいではインスタグラマーみたいインスタグラマーなんですけど一応グリッドってこういう風に使うんですよ。ちょっと光がもうないから暗いねんけど画角としては完璧。めちゃくちゃいいやろ。さっきの見て、これやで私チンジクリンやんからのこれやから。なるほど、足腰を使えとしゃがんで。はい、そうでございます。このグリッドのここが頭でっていうのを実践しようと思ったらどうしてもこうならなあかんから自然的にしゃがむことになるよね。ちょっとね今日も何時、6時前やから光があれやねんけど、光のお話をするとですね、これも大事。すごく前から光を浴びるところでなおかつ影で撮る。でこれが12時とかやと太陽が真上にあるから光がさ前からじゃなくてこうなのよ。そう難しくてからその前から光を浴びれる時間ってなると朝とかやったら9時から10時とかの昼以降とかやったら14時15時ぐらいかが最適でございます。でその理論で言うとカフェとかも席選ぶ時は前から光浴びるところで選んだ方がいいから、窓に対してこう自分が座るようなところで撮る。でどうしてもこっち側に窓があってもうなんかソファー席とかやったら横からしか入らへんやん。そういう時はもう若干こっち向いてもう窓ギリギリにカメラマン行ってあげて、もうできるだけこう浴びれるように写真撮るのがベスト。そうでそれで言うと車の中は最適なのよ。絶対前から光来るから。なるほど、車なんであんなに漏れるのか見えもちょっと分からんけど前からの光最高やし横からの光も来るから多分綺麗に自然こう回んねんな。みゆさんタクシーめっちゃ漏れるって言ってました。だってタクシーでしか自撮りしてないと思うねんストーリーこいつタクシーの中でめっちゃ自撮りするやんと思われてると思うねんけどめっちゃ漏れるからです、前から光浴び理論ですね。みゆさんありがとうございました。はい、めちゃくちゃ勉強になりました。はい、よかったです。ちょっと実践したいと思います。これはじゃあ戻りましょうか。戻ろうか、暑い、戻ろう。みはい、事務所に帰ってきましたけど、どうやった？まだまだでした。新しい気づきが。なるほどね。今までよりもちょっと細かく今回指導させていただいたのでそう、もっと上達してくれるかなと思うんですけど。まあ、二平ちゃん結構慣れてるから、みゆこうやってガツガツ言えるけど、彼氏やったりさ友達にお願いするのってなかなかさ、そうなんか気引けたりするし、そんななんかもっとこうしてああしてって言いにくいと思うから、グリッドあれつけておくと指導しやすいっていうか、足はここで顔はこのグリッドの2番目の線のこの辺で取ってって言ったらそうそうそう分かってもらいやすいかなと思うから、常にあれをつけとくのはおすすめしますね。取ってもらってるから「ごめんねありがとうお願いしますね」の姿勢を忘れずにですね、これだけは家族にも一応「ありがとうごめんなごめんな」でもうあと3枚だけ取ってみたいな低姿勢で生かしてもらってますまあこれなんか家族とか置いといて、なんかもしデートとか行った時に男がそれうまいか下手かやっぱ大きいんですか？まあ大きいね。でもなこれさあれみゆだけかもしれないんけどスキピほど写真お願いできない。みゆかわいいやろ。わかる？なるほど、撮ってってね、カメラの前で甘い顔とか決め顔してる自分を見られてんのが恥ずかしいからお願いできへんねんけど、おしっぺに写真お願いしてみたいと思う。ちょっとなんか本当に勉強になりました。こっちのテンションも大事だし、そうそうそう、カメラマンのテンションもこっちに響くんで、逆にこっちのテンションも向こうに相手に響くから、こっちがマジで下手指入ってるやんみたいな感覚になってたら向こうもムスってしちゃうやん。あと自分のコンプレックスを知ることも大事かな。隠さなあかんとこ、見せたいとこみたいなだと思います。え、こんな感じで大丈夫？ありがとうございました。じゃあ今後ともご指導ご鞭達のほどよろしくお願いします。はい、こちらこそ本当にいつも写真撮ってもらってありがとうございます。すいません、今後ともよろしくお願いいたします。はい、じゃあすいません、持ち込み企画です。はい、ありがとうございました。でもこれはめっちゃためになったと思う。みんなにも、結構たどり方法を教えてほしいとか。たどりでどうやったらうまく盛れますかとか、結構インスタで質問いただくから、なんかみんな分かってるんよ。 YouTube でこれやのにインスタではあんだけ可愛く写ってる私のそのテクニック知りたいなと思ってたやろうから、まあ、今回詳しくお伝えできてよかったと思いますし、よかったですよね。はいそんな感じで、それでは皆様今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。そして私伊藤美優インスタの方もやっておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。ほなまた明日、バイバーイ。うわめちゃくちゃいい。あ、いい漏れてる？漏れてますね。完全にゾーンに入っております。あ、めっちゃ可愛い。あ、いいですね。あ、今のポーズいいですね。あ、そのポーズめっちゃいい。うん、今自分でも気づいた。そのポーズいいですねのワードよくなかった？めっちゃいい、めっちゃいい。そうめっちゃいい。いや、このポーズいいんや、漏れてるんやってなって、あ、このポーズのままなんか違う表情やってみようとかなるわけやん。はい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 。そう、やっぱり褒められると、あ、今自分何やってても可愛いモードみたいになるから、いろんなポージング取れるし、いろんな表情もできる。なるほどね。やっぱ何も言われてないと不安になって、これで大丈夫かなみたいな、ちょっと何表情も曇っちゃうです。